正体の問題児。これより作戦を説明する。よし、作戦開始だ。 E 小隊、出撃しろ。よし、偵察部隊からの合図が来た。戦車部隊、出撃する。了解しました。おい、待ってくれ。ウラールさん、なぜここに。頼む、俺も連れてきてくれ。昨日も言ったじゃありませんか、あなたは連れて行けないって。分かってる。俺が勝手なことばかりする支援兵だからだ。今回任務から外されてやっと自覚した。自分、そして本当は何をすべきか分かった気がする。オラール、連れて行ってやれ。ダンさん、正しいか間違っているかは分からんが、男が本気で覚悟した瞬間であることは確かだ。分かった、今はオラールを信じよう。支援を頼む。本に急で隊長、それにダンさんも。礼はいい。さあ来るぞ。
かせとけって。ダンサーかっけー。敵発見。2体に被弾したか。マイルズ、動かせるか。動かせないほどじゃありませんけど、損傷が大きいです。このままじゃ。うわあ、どけどけどけ。隊長、マイルズ、俺がすぐに修理してやる。その間、警告の奴らを近づけんなよ。おお、さすがハーフェン号だぜ。いいサスペンションだ。しっかり磨いて。違う。今は必要な整備に集中するんだ。これでなんとかなるか。もう一頑張り頼むぜ。よし、いいぞマリズ、行け。はい。これならいける。いいぞ。なんて力強い走りだ。この充電を輝く装甲、やっぱり戦車は最高だぜ。ヒャッホー。たく、はしゃぎやがって。だがあいつの戦車を愛する心は本物だったみたいだな。
な反撃に注意せよ。前進する。ここだ。前進する。どこだ？撃つぜ！これが俺の実力よ！目標撃破！いいぞ！敵の反撃に注意せよ！仕方ねえな。前衛の皆さんが交戦中です。援護を。敵だな。撃たれてる。避けて。敵の反撃に注意せよ。どこだ？先手を撃って攻撃。これでも食らえ！
撃破。やってやるか。どこだ？いたぞ！オーダー！身の守りを固めて攻撃に備えるんだ！任せとけって！いたぞ！これでも食らえ！やったぜ！作戦成功ですね。祈祷しましょう。戦車も問題なく走れます。オラールさんの修理のおかげですね。そうだろそうだろ、戦車のことなら任せとけって。オラール、いつまでもはしゃぐな。さっさと帰るぞ。よっしゃ、カットで帝国の奴ら、ざまあ見ろってんだ。おい、オラール、あんたすごかったな。あんなに早く戦車を修理する支援兵はいないぜ。ちょっと見直したよ。そうですね、勝てたのはあなたのおかげです。おお
俺のおかげ？はい、サポートが的確で迅速だったので被害を最小限にとどめることができました。そうかなんか改めて感謝されると照れちまうな。オラール、それだけの腕があるなら戦車操縦士になってもいいんじゃないか。隊長に掛け合って陛下を変えてもらうよう進言すれば。操縦士か。でもな。どうしたんです？今までずっと戦車に乗りたいって言っていたのに。さっきの戦いでな、修理した戦車がちゃんと動いてくれた時、戦車が俺の声に応えてくれた気がしてよ。大げさかもしれねえが、すごく嬉しかったんだ。仲間の戦車をサポートすることがこんなにやりがいがあるなんて知らなかった。だから俺はもう少し支援兵として頑張りて。それがお前の答えか、バーンさん。あの、俺は何もしちゃいない。お前が自分の力で変わっただけだ。やっぱりかっけえ。おい、マイルズ、いつの間にカメラなんて。っていうか、勝手に人の横を撮るんじゃねえよ。すみません、戦車戦勝利の記念を残したくて持ってきたんです。お前は何かっていうとすぐ写真だな。実家が写真館をやっていた関係もありますけど、写真を撮るのは個人的にも好きですから。写真といえば、ダンさんって車の操縦席に女性の写真を置いているんですよね。え、本当かよ。もしかしてダンさん、恋人の写真ですか。誰だっていいだろう。そんなことより今は戦車の整備が先だ。謎が多いところもかっけえ。整備に入る前に写真を撮りましょうよ。なんとかフィルムが手に入ったんです。だったらよ、まずは一番の功労者であるこいつを撮ってくれ。こいつって戦車ですか。今日の戦いで一番活躍したのは間違いなくこいつだろう。そうですけど、戦車だけ撮っても味気ないような。どこが味気ないんだ。この車体のフォルムなんてまさに芸術だろう。ああ、もうカメラ貸せ。俺が撮ってやる。ああ、やめてください。フィルムはすごく貴重なんですよ。やれやれ、こいつは本当に生粋の戦車マニアでな。出過ぎだ。隊列を乱すんじゃない。ストロイ進軍だ。付き合ってらんないね。私は先に行かせてもらうよ。待つんだビオラ。単独行動は。ラッキー、私のトラップに敵がかかったみたいね。あら、味方も巻き込まれてるの。もう邪魔ね。
なんであんなとこにいるのかしら。もう。サイモン、ビオラ、エメ、君たちを集めた理由は分かっているね。さっきの作戦は無事成功したし、特別報酬でも出してくれるのかしら。違う、むしろ懲罰者だよ。作戦無視、命令違反、部隊を離れての単独行動、君たちはそういった素行不良が目立つ。このままでは正直3人を部隊に残すことは難しい状況にあるんだ。だから君たちにはこれから更生プログラムを受けてもらおうと思う。それって確か模擬戦のことじゃなかったかい。そうだ、こちらで用意した敵兵を倒してもらう。その中で協調性の大切さを学んでほしい。仲間のことなんて知ろうか。俺は暴れてえだけなんだよ。私は戦えればそれでいい。模擬戦だろうとなんだろうとやってやるさ。模擬戦ってことは報酬は出ないのよね。ならとっとと終わらせましょう。明日プログラムを開始する。遅れず集合場所に来てくれ。ねえビオラ、あんた強いんでしょ。模擬戦なんてさっさと終わらせちゃってよね。私は強者の言うことしか聞きたくないんだ。弱い奴らの命令を聞く気はないよ。何よそれ、偉そうに。ちょっとサイモン、私たち弱い奴らでまとめられちゃったわよ。あ、ええ、そのようですね。はい。え？どうしたお前。いや、その、俺、女の前だと緊張しちまうたちで。あまりお気になさらず、戦場に戻ればいつも通りヒャッハーするんで。なんか明日の模擬戦すっごい不安になってきちゃったわ。これより更生プログラムによる模擬戦を行う。よし、それでは更生プログラムを開始する。ヒャッハー、来た来た来た、暴れてやじ。模擬戦だろうと弱い奴らと群れるつもりはない。私は勝手にやらせてもらうよ。はいはい、ご自由に。好きなだけ敵を倒して私に楽をさせてね。仕方ないね。見つけたよ。出直してきな。やったな。行くぜ。やった。残酷か。僕
しょうがないわね。おれおれおれ、泣き叫びよ。やっぱり銃は最強の武器だぜ。今の俺なら今度こそ連邦軍に勝てるかもしれねえな。何それ、サイモン、連邦軍に喧嘩売ったことでもあるの？え、いや、その俺昔はケチな盗賊をたしなんでおりまして、その頃はテオノを武器にしてたんですが、連邦の補給者を狙ったら返り討ちにされました。バカのお手本のような人ね、あんた。いや銃の力ってやっぱりすごいですよね。あった、またザコどもが来やがってか。まとめてぶっ倒してやんぜ。見つけた。楽勝ね。仕方ないね。弱すぎるよ。俺にはお構いなく。確認できたら行動に移ってください。しゃっはー、隠れレベル進んでください。こんなもんか。よくやった、さすがだ。敵が、稼がせてもらうわ。ちょっと、なんでこっちが押され始めてるの？私はこんな模擬戦に手間取ってる暇は。おい、エミ、伏せろ！アプリラ、よそ見してんじゃねえよ！しない方がいいと思います。はい。何勝手なことしてんのよ。助けてくれなんて頼んでないわ。油断するとは未熟だね。ビオラ、後ろ。何？あらら、背後の敵に気づけなかったみたいね。今私が助けてなければどうなってたか。な、バカな、この私が他人に守られた。ひとまず第一陣は突破したか。けどこのままじゃ持たねえ。なあ、ビオラ、エミ、ここはよ、いや、クモーデ、お断りと言いたいところだけど、私人に借りを作るのが大嫌いなのよね。サイモンに助けられた借りを返すためにも今は協力してあげる。
私も守られた借りがあるか。仕方ないね。わかったよ。ほんと雑魚ばっか。仕方ないね。出直してきな。いいぞ、その調子だ。稼がせてもらうわ。変わらず駆け抜けてください。見つかっている、気をつけろ。強いやつはどこだい。撃たれてる、避けて。楽しもうか。一緒に戦った方が強いじゃねえか。にしてもいつになったら終わるのよこの模擬戦。何をイライラしているんだい。せっかく盛り返してきたところだってのに。
お金にならないことは全部時間の無駄。私にはお金が全てなのよ。こんな時でも金かい。やれやれ、くだらないね。本当の貧しさを知らない人間の言葉ね。お金さえあれば人は何でもできるのよ。好きなものを買って、好きなものを食べて。母さんの病気だってきっと。母さん？じゃあエミ、もしかして母ちゃんを治すために金を。喋りすぎたわ。少し興奮しちゃったみたい。家族か。落ち着け、ケア生だ。楽しもうか。敵の攻撃来ます。出直してきな。いい攻撃だった。稼がせてもらうわ。周りをよく見てくださいね。へばってんじゃないよ。情けないね。呆れた強さね、ビオラ。どういう教育を受けたの？親の顔が見たいわ。親はもういないよ。母は帝国に殺された。父はその復讐に燃えてね、私を最強の兵士に育て上げようとしたんだ。だが結局父も私を残して戦死した。その瞬間、植え付けられた復讐心も消えちまった。私に残ったものは強さへの執着だけだったよ。エメ、親が生きているなら大事にしな。さっきはすまなかったね。何よ、上司狂うじゃない。ビオラ、エミ、てめえら見かけによらず苦労してたんだな。あんたは見かけ通り間抜けな人生を送ってきたのよね。わ、俺たちいい話の一つくらい。そうだ、俺はね、昔から悪さばかりしてきたが、女に手をあげたくちゃ一度もないんだぜ。それって女が苦手だから近づけなかっただけだろ。
はい。なんか気が抜けるわね、あんたたちと話してると。弱すぎるよ。仕方ないね。当てる。よし、これで敵兵は全員倒したね。模擬戦は終了だ。ふーん、二人とも結構やるじゃない。ひゃあ、俺たち最強、楽しかったぜ。よし、以上で構成プログラムを終了する。どうだいみんな、協調性の大切さ分かってくれたかな。なあ、よく分かったぜ。仲間と一緒に戦うって最高じゃねえか。そうだね、悪くはなかったかな。手柄を横取りされちゃいそうなのが欠点だけど、ま、一人で戦うよりは効率いいわね。そうか、分かってもらえてよかった。それとクロード、私はお前のことも見直したよ。さっきの模擬戦、兵の配置を決めたり指揮を取ったりしていたのはお前だろ。その戦線をこの私が突破できなかった。大したもんだ。私はお前のことを認める。これからは命令を聞くよ、できる限りね。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいな。心を入れ替えてくれた君たちには今さら言う必要はないかもしれないけど、最後に改めて聞いてほしい。舞台において協調性とは。わかってるって。要はあんたこう言いたいんだろ。
一人でヒャッハーするよりみんなでヒャッハーする方が楽しいってな。ん？私もこれからは協力してあげるけど、サイモンたちみたいに利用しやすいじゃなくて、頼りになる隊員と組ませてほしいわ。それとクロード、お前のことは認めたが、私はつまらない命令を聞く気はないからね。クロード大変よ、偵察部隊が帝国の奇襲を受けたわ。ヒャッハー敵ヒャー、俺がまとめて面倒見てやるぜ。獲物を横取りするんじゃないよサイモン、ここは私が先行する。え、先行ってそんな命令出てるの？出てはいないが、私が行けばすぐに終わる、任せておきな。ちょっと何それ、勝手な行動は。そういえば改めて考えてみると、帝国の方がお金を持ってるんじゃないかしら。今回の作戦で願えれば謝礼とかもらえないかしらね。はあ、エメはエメで何言ってるの？冗談よ冗談。クロード、あの3人に構成プログラムをさせたのよね。ちゃんと構成できたの？ああ、大丈夫だよ。多分。よし。それでいくら出すの？
そうか、残念だな。よし、この作戦で次の戦いに挑もう。災難。今日もボロ負けだったな、ジェスター。またいつでも勝負してやるよ。これで今月の給料もパーか。くそ、面白くねえ。おや、ジェスター君、今日もギャンブルかい？その様子ではまた負けて借金を作ったようね。お前ら、ギャンブルで敗北して借金か。小説のネタにするにはインパクトに欠けるね。人のことを勝手にネタにするな。次の戦闘で軽く死んで降りた保険金を返済に充ててはどうだい？その様子をノンフィクションで書けば少しはインパクトのある物語になりそうだ。怖えこと言ってんじゃねえ。でも借金は早く返済すべきだわ。金銭問題を甘く見てはダメよ、ジェスターさん。えいえい、ちゃんと返すって。ギャンブルで大金が入ったらな。一攫千金なんか狙わないで地道に働いたら？できる限り苦労をせず楽して生きる、それが俺のモットーなんだよ。ダメ人間の見本のような男だな、あんたは。キャラ作りの参考にしておこう。コナーはそればっかだな、小説バカめ。そんなんだから女房に逃げられちまうんだよ。逃げられてない、呆れられているだけだ。売れない小説を書くより稼ぎのいい仕事をっていつも奥さんに愚痴られているのよね。私のことはどうでもいいだろう。今はジェスター君の借金の話だ。最近はギャンブルも負け続きだよ。他に手っ取り早く金を稼ぐ方法があればな。うん、あるわよ。ちょっと特殊なやり方だけど。お、本当か？教えてくれ。いいわ、それじゃあついてきて。おお、テレサの部屋じゃねえか。おい、金を稼げる方法はどうした？その方法を今からここで実行するの。テレサ君、その方法とは？簡単よ、ジェスターさんの内臓を売ればいいの。おい、テレサ、
なんか聞き間違いをしたみてえだからよ。今の言葉もう一度言ってくれねえか。だからね、楽にお金を稼ぎたいなら内臓を売ればいいのよ、ジェスターさん。はあ？どこの病院や研究施設でも人間の内臓は高値で売れるはずだわ。臓器の研究はまだまだ発展途上だから。お前何言ってフフフ。子供の頃学校で行ったカエルの解剖、むき出しの内臓の美しさは今でも忘れられないわ。人間を解剖する機会を求めて入隊したのだけれど、想像以上に早くその時が訪れたわね。というわけだからジェスターさん、早速解剖させて。腎臓なら2つあるし、1つくらいなくなっても大丈夫だと思うの。大丈夫なわけねえだろ。冗談じゃねえ、内臓を売るなんて絶対にしねえぞ。コナーさん、ジェスターさんをベッドへ、そのまま押さえつけといてもらえる？コナー、こんなバカなことに付き合ったりしないよな。テレサ君、今の話はちょっとどうかと思う。おお、そうだ、言ってやれ言ってやれ。腎臓は一つと言わず、いっそのこと二つ取ってくれないか。仲間に手をかける狂った医者の猟奇殺人、これぞ私が求めていた最高のネタだ。あれ、今の言葉は侵害だわ。解剖と猟奇殺人を一緒にしないでもらえる？突っ込むとこはそこじゃねえ。コナーも何バカなこと言ってんだ。面白い小説を書くためなら私はどんな犠牲も厭わない。この正体はこんなやつばっかかよ。冗談じゃねえ、本当に殺されちまう。あん、ジェスターさん、どこへ？どうやら戦場へ飛び出してしまったようだね。私たちも追いかけよう。さて、ジェスター君はこちらへ逃げたようだが。ネタを目指していざ行かん。
テレサとコナー、まだ俺を追ってきてやがる。もっと遠くへ逃げねえと。おい、しっかりしろ。あ、あれはお前 D 小隊のやつだよな。撃たれたのか。隠れてたところを敵に見つかっちまってよ、運がねえぜ。こいつ今日のギャンブルで俺をボロボロに負かしたやつか。今日の俺との勝負で運を使い切っちまったんじゃねえか。そうかもな。まだ近くに帝国兵が潜伏してるんだ。このままじゃやられちまう。何？よりによってこんな時に俺逃げなきゃならねえってのに。俺のことはいい、お前だけで仲間との合流地点へ行け。そんなことできるか。いや、あったが仕方ねえな。俺が敵を引きつけといてやるから、お前そいつを連れて行け。ジェスター、助けてくれるのか。お前、そんなこと今関係ねえだろ。いいから行け。彼の言う通り、早く行きたまえ。ここは私たちが引き受ける。お前ら、すまん、頼む。くっそ、もう追いついてきやがったか。そう身構えるな。一時休戦しよう。今は帝国兵を蹴散らすのが先だ。仲間をかばって一人残ろうとするなんて、いいところあるじゃない。そういうところがあるから、基本ダメ人間でも周りに慕われるのね。うるせえよ。やはり戦場は小説のネタの宝庫だな。さあ来るぞ。どんな小説を書くか。うん、敵の位置は把握した。援軍はまだか。敵を見つけたよ。敵発見。撃て！撃て！仕
方ね。どんな小説を書くか。狙うよ。地味な倒し方だったかな。小説を書くか。どいてもらおう。地味な倒し方だったかな。開始ね。お客さんのお出ましだ。敵発見。たくねえな。今だ、突撃する。目標捕捉。いたいた。だね。打ち方始め。見つけたぜ。そうだよ。
働きたくねえな。勝負だ。なるほど、いい腕だ。足止めされている。準備はできているよ。油断大敵だよ。どんな小説を書くか。だね。敵はあそこか。さあ、仕方ねえ。また借金が増えちまったか。働きたくねえな。大当たりだ。
方ね。敵はあそこか。平成兵、もう少しの辛抱です。持ちこたえて。コナン、死ぬんじゃねえ。行動開始ね。やったわね。なるほど、いい腕だ。働きたくねえな。被弾した。働きたくねえな。開始ね。そこは射程内だ。えい。よし、帝国兵どもは追い払えたみたいだね。そうね。それじゃ、さっきの続きをしましょうか。解剖ショーの始まりだね。ネタを書き溜める準備はできているよ。げ、忘れてなかったのか、こいつら。朗報だ。司令部より勲章が授与されたぞ。くそ、せっかく帝国兵団も追い払えたってのに。
今の戦闘で足をやられちまった。もう走れねえ。ジェスターさん、追い詰めたわよ。では改めて小説のための尊い犠牲になってもらおう。楽しい解剖タイムの始まり始まり。俺もここまでか。なんてね。え？ん？冗談よ、ジェスターさん。解剖するのも内臓を売るのも全部嘘。嘘だと？今までのは全てあなたにお灸を据えるための演技だったの。何？なんだ、そうだったのかい？つまらないな。お前は本気だったのかよ。それより今は足の治療をしましょう。ジェスターさん、傷を見せて。嘘みてえだ。あっという間に痛みが引きやがった。お前普通にしてりゃ名医じゃねえかよ。なのにあんな悪趣味な演技で俺を追い回しやがって。このまま借金を放置し続けたらどうなるか、その恐怖を今のうちに肌で感じてもらうべきだと思ったのよ。そういうわけだからコナーさん、今回のことは小説にしないでちょうだいね。いいだろう。実はテレサ君を見ていて別のネタを思いついたんだ。戦場に身を置く女性の生態をテーマにした小説はどうだろう。この小隊には興味深い女性隊員が多くいる。ネタ集めのために盗聴と盗撮の用意を。あなたの生態も奥さんに報告した方が良さそうね。この話はなかったことに。お前って本当に女房のことになると弱いよな。ギャンブルと借金のことになると弱いあんたには言われたくない。とにかくジェスターさん、これからは真面目に借金を返済してね。あ、でも解剖されたかったらいつでも切ってあげるわよ。その時は私も全力で協力しよう。返すよ、借金は返すって。こんな思いもう二度とごめんだからな。とんだ災難だったぜ。みんな聞いてくれ。 E 小隊に加わる新しい仲間を紹介する。はじめまして、メーベル・ドレイクです。無駄話は嫌いなのでもうよろしいですか。よし、新たに入隊した隊員も戦力になるはずだ。部隊に組み込めないか検討してみよう。それじゃあまた。出撃します。
よし、このよし。来たか。さあ、鍛えたいだけ鍛えるがいい。限界を超えてみろ。レベル。さあ、限界を超えてみろ。レベルアップだ。よくやったぞ。今日はここまでか。
え、もうやめちゃうんですか？準備ができたらどんどん兵器を開発しましょうね。ちょいと揺れるぜ。やってやるぜ。獲物はどこだい？頑張るわ。よし、来た。任せてくれ。私の出番ね。ここね。いいだろう。展開する敵部隊を叩く。E小隊、出撃するぞ。開始だ。甘いな。前進する。撃ち方始め。敵だ。敵発見。これで落ちる。ここだ。前進する。撃ち方外れ。敵発見。確認でき次第行動を撃て。味方。オーダー、こちら E 小隊、直ちに負傷者の治療を。
ローダー、身の守りを固めて攻撃に備えるんだ。了解。どこだ？前衛が交戦中、応援頼む。俺が行くまで持ちこたえろ。場所は軽いぞ。大丈夫、損傷は軽いぞ。オーダー、こちら E 小隊、ラグナエイドのリミットを解除するんだ。オーダー、こちら E 小隊、直ちに負傷者の治療を。仕方ないね。出直してきな。やりましたね。この場所は悪くないね。
しもうか。見つけたよ。敵が迎撃を開始しました。当てる。目標の撃破確認しました。どこだ？仕方ねえな。負けずに打ち返してやりましょう。うがはー、一時撤退する。仕方ねえな。ここはまずい。交代で。前進する。
この程度か。味方がやられました。オーダー、傷を治療して万全の状態で戦ってくれ。強いやつはどこだい？行くわよ。前進せよ。私の勝ちね。前進する。行動開始だ。お腹すっごい。そこは耐えないか。やってやるか。油断するな。迎撃したぞ。やった。行動開始だ。よし、いけるな。必ず撃ち抜く。もう一発。味方がやる。了解。
敵拠点を押さえたぞ。作戦は成功だ。が新しいポテンシャルに目覚めたようだぞ。これより突撃兵は突撃両兵に昇格となる。以後火炎放射器の使用を許可する。活躍ここまでか。待っ、できました。朝食は何だい？鉛玉は戦場でたっぷり食うつもりだから、それ以外で頼むよ。お、騒がしいな。朝から何のパーティーだ？あら、スタンレイさん、おはようございます。ちょっとした息抜きです。皆さんで腕相撲勝負をしているようですよ。おいおい、腕っぷしなら俺だって自信あるぜ。どうしてお呼びがかからなかったんだ？ヘイブラザー、盛り上がってるな。パーティーの主催者はどこだい？やあスタンレー、おはよう。お前これで腕相撲何人抜きだよ。数えるのは途中でやめた。何しろ今まで負けたことがないからな。やあジェニー、パーティーの主催者はお前だったのか。スタンレー、
次の挑戦者はあんたか。ああ、せっかくだからやらせてもらおう。手加減はいらない。本気で勝負してくれ。本気でか。カレン、骨折者を一人出すと思うが、医務室のベッドは空いているか。今は床しか空いていません。安心していい。俺は女の腕を折ったりしないさ。大した自信だな。気に入った。殺すのは最後にしてやる。戦場で俺のケツでも狙うつもりかい。だが銃撃戦なら絶対に負けない自信があるぜ。たとえ弾が尽きても俺にはマシンガントークがあるからな。スタンレー、今のジョーク最高だな。ハッ俺のセンスがわかるお前も最高さ、ジェニー。楽しそうだね。通じるもんがあるんだろう、あの二人には。今日も粋なジョークでみんなを笑顔にしたぜ。いいことをした後は気持ちがいいな。おっと、向こうの方にまだクールなテンションのやつがいたか。ヘイカレン、そこで退屈そうにしてる仮面の彼女だけど。フェリエさんのことですか。そう、フェリエだ。何やら元気がないようだね。ここは俺の出番だな。やあフェリエ、ちょっといいかい。こんな面白い話があるんだ。俺の親友ジョンから聞いた話さ。彼はワイフとクマの見分け方を教えてくれたよ。無言で襲ってくるのがクマで、愚痴を吐きながら襲ってくるのがワイフさ。どうだい、傑作だろう。どこに行くんだ。ペットに餌をやる時間かな。銃の整備をしなきゃいけないから。隊長さん、彼女はいつもあんな感じで朝食と間違えて砂を食ったような顔をしてるのか。それはよくわからないけど、彼女は普段一人でいることが多いかな。あの仮面のせいなのか、周りもちょっと近づきがたいみたいでね。フェリエはなぜ仮面を。父親の言いつけらしい。でも詳しいことはわからないな。ほう、彼女に興味が出てきたぞ。俺のジョークに笑わなかった理由も気になる。いや、それは単純にお前のジョークがつまんねえから。隊長さん、明日は演習があるはずだな。俺とフェリエを組ませてほしい。彼女と交流を深めたい。そういうことなら私も協力しよう。隊長さん、構わないな。兵士同士の交流が深まれば戦闘時の連携力が増すだろう。それは確かにそうだね。けどよ、お前ら二人で本当に大丈夫か。とにかく私を信じろ。分かった。フェリエのこと一旦君たちに任せる。オーケー。
フレンドリーな関係になるためにはやはりまずあの仮面を外すことからだな。策はあるのか、スタンレ。そんなものはないが、まあなんとかなるさ。これより演習内容について説明する。どこだい？よし来た。演習を開始する。気を抜くなよ。さて、それじゃあ行こうか。パーティーの時間だ。フェリエも一緒に楽しもうぜ。それにしてもフェリエ、お前は戦場でも仮面を外さないんだな。昔スナイパーに眉間を撃ち抜かれた嫌な思い出でもあるのかい？あってたまるか。フェリエが死ぬだろ。だったらなぜそんな仮面を？人の行動にはそうするだけの理由があるはずだぜ。ジョークだってそうさ。殺伐とした世界にこそ笑いが必要だ。俺はそういう信念を持っている。いつか最後が来た時、思い出す記憶が楽しい記憶だったら最高だろ。だから明日の保証がない仲間を笑わせるために俺はジョークを飛ばし続けるのさ。そうだったの。お前が仮面をかぶり続けるのも何か信念があるからだと俺は思ってる。こっそり聞かせちゃくれないかい？信念なんて私のはそんな立派なものじゃないわ。
この仮面は外せない。これは私の運命だから。はっはっは、なるほど、さっぱりわからないな。敵の攻撃来ます。撃ってきやがった。敵の反撃に注意せよ。場所はないですか。やった。さすがだ。オーケー。敵の反撃に注意せよ。ファイヤー。いいぞ、その調子だ。この場所は悪くないね。まだやれる。まだやれる。楽しもうか。
しもうか。動くんじゃないよ。弱すぎるよ。やりましたね。強いやつはどこだい？動くんじゃないよ。弱すぎるよ。目標の撃破を確認。悪くない戦果だ。皆さん気を抜かないでください。まだやれる。この程度なら。まだやれる。しもうか。弱すぎるよ。目標撃破。いいぞ。周囲の警戒を。楽しもうか。やはり仮面は外してくれないのか。慣れてるから平気。ジェニーさん、何か落ちたようですけど。それは旦那との写真じゃないか、ジェニー。ああ、拾ってくれてありがとう、フェリー。旦那さんがいたのね。フェリエは知らなかったか。ま、
舞台ではあまり旦那の話はしないからな。どうして？どうしてって。ははは、人間狂気のお前にも女性らしい一面があるんだな。スタンレー、お前は最後に殺すと約束したな。あれ、今のジョークはちょっと悪趣味だったかな。ソーリー、ソー、おい、たたたたたた。ま、フェリエとは女同士だし、どうしてもというなら旦那との話をしてもいい。その代わり、あんたの話も聞きたいね。また今度。足りないね。よっ。さあ、行くよ。オーケー。鍛え方が足りないね。やりましたね。行くよ。オーケー。細かいことはいいんだよ。鍛え方が足りないね。目標の。前進する。必ずやり遂げる。
畳みかけろ。弱すぎるよ。部隊から離れるな。やったな。楽しもうか。撃ってきやがった。出直してきな。目標の撃破をかいただきだ。演習はこれで終わりのようだね。フェリエ、一息つくついでにさっきの話の続きなんてどうだい？ごめんなさい、疲れちゃったから宿舎に戻らせてもらうわ。なあスタンレー、ジェニー、君たちに任せたフェリエのことなんだが、ついさっき彼女から相談を受けたよ。妙な二人につきまとわれている。自分が何か悪いことをしただろうかって。なんだって？そいつはひどい話だな。一体誰だい、その妙な二人ってのは。お前らのことだよ。とにかく謝って事情を説明してこい。そういうことだったの。勘違いしてごめんなさい。二人とも私のために行動していたのね。困らせてしまったようだな。私たちの方こそすまなかった。でもフェリエ、仮面をかぶる理由だけでも教えてくれないか。じゃないと俺は気になって気になって夜も眠れず昼寝をしちまうぜ。うん、私の父は大貴族でね、彼と愛人との間に生まれたのが私だった。私の顔は愛人の女性、つまり私の母にそっくりなんですって。そんな私が人前に出たら本妻の子じゃないとバレてしまう。不名誉で仮面に傷がつくことを恐れた父は私に鉄仮面をつけて生きることを命じたの。そういう理由だったのか。身勝手な父親だ。いいのよ、これは私の運命だから。生まれてきちゃダメな子だったのに育ててもらえた。それだけでも感謝しないと。なんて羨ましい。え、まるでジョークのように面白い人生だ。俺もそういう星の下に生まれてみたかったよ。羨ましい？そんなこと初めて言われたわ。スタ
さんって変な人ね。さらに褒め上手ときたか。羨ましいを通り越して嫉妬しまぜ。私は何も隠さずに自由に生きていけるあなたやジェニーさんが羨ましい。この仮面がなければ私ももう少し自由に生きられたのかな。ん？なんだフェリエ、仮面のことは受け入れてるのかと思ったが、やっぱり外したいのか。それなら私が外してやろう。ジェニーさん、仮面を外すのは無理よ。これ鍵がかかってるから自分では外せないの。鍵か、そんなものはな。うっ、この手に限る。アンビリーバボー、仮面が外れちまったぜ。これがフェリエの素顔。うん、かわいい。なんだフェリエのやつ、顔を真っ赤にして言っちまった。なあジェニー、俺は初めて知ったよ。本物の天使ってのは羽が生えてなかったんだな。もうジェニーさん、いきなり仮面を壊すなんてどういうつもり？幸い砕けたのは鍵だけだったから、もう一度被ることはできたけど。せっかく仮面が外れたんだぜ。これからは素顔で生きればいいじゃないか。だって私はずっとこの姿で生活していたから。急に仮面を取って生きろと言われても恥ずかしいし、心の準備がまだだから、もうしばらくこのままでいさせて。やれやれ、複雑な乙女心ってやつか。まあフェリエがそう言うなら仕方ない。それにひとまず俺たちの目的は達成できたし、よしとするか。目的ってフェリエとフレンドリーな関係になるってやつ？だが結局フェリエはまた仮面をかぶっちまったじゃないか。だが心の仮面は外すことができたぜ。あんな感情的なフェリエを俺は初めて見た。本当の自分をさらけ出してくれたってことは
俺たちの距離が少し縮まった証拠だろうさ。距離の縮め方はだいぶ強引だった気もするけど。おっとフェリエ、笑うにはまだ早いぜ。今からハイセンスなジョークを言うからな、それを聞いて思う存分笑ってくれ。おお、始まったな。楽しみだわ。聞かせてちょうだい、スタンレーさん。ああ、いいかい？こんな面白い話があるんだ。ああ、いいかい？こんな面白い話があるんだ。よし。よし、この作戦で次の戦いに挑もう。来たか。さあ、新たなポテンシャルに目覚めたようだ。これより狙撃兵は狙撃両兵に昇格だ。以後迎撃弾の使用を許可する。今後の活躍を祈る。今日はここまでか。よかろう。訓練ならいつでも付き合う。また声をかけてくれ。
ー